ドレスデン美術大学は、ドイツザクセン州に本部を置くドイツの美術大学である。1764年に設置された。ドレスデン美術大学、ブリュールのテラスドレスデン美術大学のガラスドーム、通称、レモン絞り木元となる、美術学校は1764年に設立され、ドレスデンで最も古い歴史を持つ大学である。1764年に、ザクセン選定校、 フリードリヒアウグスト3世の命令で、アルゲマイネクンスト、アコダミデアマロレイ、ビルドハワー、クンスト、カプハーステッカー、ウントバウカンストという名前で、美術学校が設立された。1768年から1786年の間は、フィルステンベルク宮殿に学校は置かれ、フランス生まれで、イタリアで学んだ彫刻家、画家のシャルル・フランソワ・ユタンが、 初代の校長を務めた。1776年にユタンが亡くなると、イタリア生まれの画家、ジョバンニ・バティスタ・カサノバと、ドレスデン生まれのヨハン・エレアザル・ザイシッヒが校長を継いだ。この学校とは別に1875年に設立された王立作戦工芸学校は、ドイツ帝国が崩壊した後、1920年に中立工芸高等学校と改名され、 第二次世界大戦後の1950年に、修立美術アカデミーと改名されていた美術学校と統合され、ドレスデン高等美術学校となった。ドレスデン美術大学は3つの校舎で構成され、メインの校舎は、ブルールのテラスに1894年に建てられたものであり、ドレスデン聖母教会の隣に位置する。ドレスデン工科大学とドレスデン音楽大学の2、 大学とも提携しており、メディアアートやサウンドアートに関するセミナーも提供している。ありがとうございます。